インビテーション3ランクダウン河合直子5919点。続いて今度は今週の第9位、先週の田原さんが9位です。今週の9位、ドラマティックレーン初登場稲垣潤一6400飛び6点。お帰りなさい。あなたでしたか。お帰りなさい。あそこの中にいらしたのは。先週は素敵な水着の写真ありがとうございました。今びっくりしてたじゃん、久米さんが覗いてた。豆が飛んできました。さて第9位に初登場の稲垣潤一さん、こういう方でいらっしゃるんですが、実は今日はレコーディングの真っ最中でございまして、残念ながらスタジオにはお越しいただけないことになりまして、申し訳ございません。なるべく早くいらしてください。お待ちしております。ぜひお越しくださいませ。さて直子さんですが、お早くよ。もうダメですね、年ですね。どんなに走ってきた。私は母走ってないでしょ。大阪市東成区の高井浩二さん18歳ですが、はい、直子ちゃんはテレビに出るときメガネかけてませんが、僕も視力が左右とも 0.03 なんです。一度 TBS のカメラで直子ちゃんや僕から見える周囲の状態を再現できないでしょうか。そうすれば直子ちゃんがおっちょこちょな理由もわかると思うんですが。直子ちゃんは実は視力は 0.04 ですね。そうなんです、はい。で今日はこの 0.04 という方はどのぐらいに周囲が見えてらっしゃるのか、ちょっとテレビカメラで再現してみたいと思っております。高井さんのご希望通りやってみたい。これが 0.04 なんですね。そうです、こんな感じです。これ見てわかるわけですね。実はこれどうやってやっとしてるんです、はい、再現してるかと言いますと、こちらがいわゆる顕眼システムでありますが、一番上にある文字あるいは記号の大きさが見えるのが 0.1、 しかもこれは5メーター離れたところから見えるのが 0.1 なんですね。でこの5メーター離れたところから見える一番上の大きな文字や記号が2メーターまで近づいてようやく見えるのが 0.04 というふうになってるんです。ですから今カメラがずっと近づいております。ずっと近づいております。はい、ここで2メーター、この状態が 0.04 だということで、先ほどぼんやりの視具合というものをこの状態に調節してみたわけでございます。そうすると、はい、今あなたこれでご覧になったらやっぱそんな感じでしたか。でこのメガネをね、レンズにかけますとね、ちょうど直子ちゃんがメガネをかけた 1.0 の状態になるんです。はい、ぼんやりしたカメラに変えてください。はい、これに直子ちゃんの今レンズメガネを入れます。ほら、すると 1.0 になるわけ。そうだ、ねえ、こういう具合になってるわけでございますね。じゃあいつもお仕事の時もあなたはメガネかけていらっしゃらないと、やっぱりどういう時が一番不自由だと思いになります。やっぱり人にお会いした時とか、はい、こういう問題なんか見る時とか、あと必ず歌詞は覚えなきゃいけない。カンニングってのはできないわけですものね。はい、じゃあ、はい、素敵な部屋が用意してます。でもその代わりお仕事熱心になるところありますけど、やはり私たちも読みせていただいて、あんな風に皆さんがね見てらっしゃるんだってよく分かったんで、はい、では今週第10位です。お願いしましょう。河合直子さん、インビテーションでございます。リクエストもいつもの通りいただいております。今ご覧いただいている画像は直子ちゃんの見た目の感じになっておりますが、さあどういう風になっていきますか。ペナントだらけのあなたの部屋にこうして訪れる時が来ると思っていた。招いた人はまだ